皆様こんにちは。こんにちは。オーバーランドの菅原でございます。今回はですね、こちらも見えてますね、はい、ダイハツタフト、こちらを、うちの方でカスタムご依頼いただきまして、仕上がったのでちょっとあの紹介してみようと思います。でお客様の方からもあの了解得ましたので、でですね、いつもはリフトアップとタイヤアルミぐらいはやるんですけれども、ちょっともう見た目が、そうですね、もう様子がいつもと違います。ちょっとお金結構かかりました。なのでせっかくなので紹介していこうと思います、はい、もう見えてる通り、まずはこれオプションの元々のね、メッキのパーツですね、はい、これは、ラプターライナー、はい、やりましたね。すごいですね、文字がちゃんと綺麗に埋まらずに、うんうん、でここだけだと思う中でですよ、はい、もう全部ですよ、黒樹脂のとこ全部、もうあ、すごい、ここまでもうここもやってます。すごいこだわってる。ここもやってますね。すげえ、相当細かいですよね、うん、普通ここやんないよすごい、オーナーさんのこだわりです、ね、うん、でラプターだけでいくと、あとここもね、そうですね、ほらリーダーカバーは下もですね、普通土台やんないって。そうですね、すごいな。サイドも、はい、でステップ、まあ、プラスチックですけど、はい、あ、これいいな、樹脂をラプター塗っちゃうってかっこいいね。かっこいいですね、締まりますね、さらに、うん、あ、ドアノブもじゃん、ドアノブもすげえ。で後ろが、あ、全部だ、エンブレムから全部、そうですね、これね、ダイハツマーク、これタフト、ケンタ君これ結構バンキャさん取られましたね結構そうです、結構な金額いかれましたね。ははー、かっこいい。下もこれちょっとこう色を塗り分けてるんですよね、うんうんうん、これもオーナーさんのご希望で、うん、こっから塗らないでくださいっていうのでちょっと2トーンになってる感じですね。なるほどね。あれ、マフラーも変わってるじゃん。マフラーも変わってます。チタンじゃないですかこれ。これチタンです。レベル3、これはどこのですか。これはシュピーゲルさんっていうところ。シュピーゲルさん、はい、なるほどね。あ、 K の結構特化してるところ、ね、あ、そうです、そうです、すごいすごい。この出口のカッターだけじゃないもん、全部だもんね。それ全部です、中も変えて、うん、この先はステンレスらしいですけど、はい、出口だけチタン。チタン、すごい、すごいですね。で、あ、タイヤホイールはおなじみですね、はい、東洋のオープンカントリーと、これは、ディーンのクロスカントリー、はい、あー、なるほどなるほど、こっちで攻めましたか、はい、あ、でもいいと思う、とんがってない方向性で、そうですね、うん、ちょっと全体的な、全体的、うん、いいね、いいですね。だからラプターでかっこよさで、なんか足元は少しこう可愛らしさっていうんですかね、うん、少しバランスが取れてますね、すごく。そうね、はい、もう攻めきらないというか、はい、ちょうどいい塩梅で終わらせるっていう、かっこいいです。そうかそうか、いや、あの、販売しといてなんですけど、やっといてやらせてもらって、はい、ここまでお金かける人なかなかいないですそうっすね、まあでもここまでこういうこともできますよっていう、まあ紹介ですので、じゃあちょっとマフラー音をせっかくだから、そうですね、抱えてるのでチェックしてみます、うん、いいですか、はい、エンジンかけます。ああ、なるほどね、もちろん車検対応だよね。これタイヤのようです、はい、あ、ちょうどいいね、うん、なるほど、車検対応ですのでこのぐらいで収まるかなと、うん、でも十分ですね、コントラストがいいな、いいですね、あ、そういうことか、ここの兼ね合いで後ろ残したんだね。そうですね、うん、バランスを見てっていうことで、黒、ブルー、
シルバーの統一なんで、それを統一させたんだね、はい、かっこいい。あ、そうだ、リフトアップは田辺さんかな。あ、そうですね、バネ言ってなかったですね、うん、田辺のリフトアップで。ショッカーブソーバーは純正で、バネだけ田辺さんのお決まりのですね、リフトアップサスペンションが入ってます。いや、これは周りと差がつきますよ。つきますね。うん、あ、そうだ、このここもやってるんですよね、ラプター。わわわ出た、これすごいですよね。あ、これ全部ね、全部、これは金かかった、これはすごいですよ。なるほど、すげえな。ですので、あの、これに関してはもうオーナーさんの指定だよね。はい、そうです、うん、だから僕らのセンスのオーナー様のセンスが素晴らしいということなんですけれども、はい、まあこういうこともできますという技術は持っておりますというところと、はい、まあ、最近本当におかげさまでカスタムの話題多くいただいてまして、はいはい、なるべくあの皆様のイメージに近づけるように僕らもなんとか頑張っておりますので、はい、ですので、まあいいなと思った方、僕のタフトもやってみたいとか、まあ、タフトじゃなくてもいいんですけれども、はい、あのこういう車こういじってみたいというのがあればご相談いただければ、僕らも分かんないところは勉強して、はいはい、やっていこうと思いますので、はい、あのぜひぜひ参考にしていただければなと思います、はい、ですので今回はちょっとあのお客様からご依頼のあったカスタムの紹介そうです、はい、ということですね、ということでした。ではでは、ありがとうございました。ありがとうございました。